最高に褒めたいぜ。褒めたい思考。褒めてあげたいのに、なかなかできないシャイな社員がいる。それはそれは毎日もらってる言葉もものも大事に大事にありがとうございますという決めた。褒めることをプレゼントしよう、褒めることを捧げよう。おー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 、有名なお菓子よりもその場でできる何か、何か優しい何かが彼女の世界を救う。どんなに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 考えても最後は素敵とか嘘もない方がいい。それが綺麗なフォーカス、なおさら最高さ。最高に褒めたいぜ。